はいどうもアニマルパテモソでございます。というわけで今回はまたもや金魚水槽でございます。元気にしております。うちに来て2週間が経ちました。はい、どうですか、元気に泳いでおります。はい、いいですね、みんなつらって泳いでいて。はい、どうですか、元気、元気ですね、この手前のデメキン。というわけで新たなデメキンがこちら、キャリコのやつなんですけども、仲間入りしました。実はですね、水泡ガンの方が先日死んじゃいました。転覆病というかひっくり返ってて、結局治療したんですが無理でした。まあ最初買った時から少々浮き気味ではあったんで心配してたんですけども、まあ背びれのある水泡ガンだったんでね、気に入って買ったんですけども、ダメでした。はい、まあというわけでね、1匹追加したのがこちらのキャリコのデメキン。すごい一目惚れでした。変わってません、目が左右色違うんです、赤と白。まあ、柄の問題なんですけどね。手前のやつらが激しいな、手前の魚が激しいでこれなんですけども、もうねこのねとぼけた顔と左右の目玉の違い、最初ちょっと危険なかなと思ったんですけど、ただ色は違っただけでございました。まあ、しかしこのキャリコね450円ぐらいで売られてたんですよ、普通のデメキンと一緒に。こんなにいいのにね、見た感じ。なぜなのかと言いますとですね、こっちも動画あるんですけど、ヒレがね、ほら、尾びれがちょっとね、くちゃくちゃってなってるんですよ。多分これはね、奇形だと思います。なんか折れ曲がったというだけじゃなくて、生まれつきのもんかな。ヒレの調子が悪いというか、ヒレの形がおかしいので、おそらく普通のデメキンと一緒に叩き売りされてたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、私別にそういうのはあんま気にならないので、もう見た目がもうどうしてもこれが良かったんで購入してきました。どうです、かわいい、元気なんですよ。で一番デブです、うちの水槽の中の金魚で一番デブで、でっかい。なかなかね、ほら存在感のある金魚でございます。というわけでね、前回の掃除から1週間経ちましたので、今回も掃除をしていきたいと思います。1週間に1回バケツ1杯分20リットルほどの水を交換しております。あら、また溜まってるねこれね。まあ砂利の汚れもあるとは思うんですけど、やっぱ糞が多いんかな。もうね、ホースやってるんで魚がついてくるんですよ。かわいいね、金魚のいいところはこの懐くとこですよね、ほんと。ホースでもついてきますからね、非常にかわいらしい。追いかけられてんのか、こっちが追いかけられてんのかどっちか分かりませんけども。というわけで水抜きが終わりました。まあ約3分ほどで抜けましたね。はい、汚れの方はこんな感じになっております。まあそこに少々溜まっておりますね。1週間の汚れはこんなもんです。まあ、というわけで、ちょっとぬるま湯のぬるま湯というかちょっとぬるい、はい、お水をカルキ抜きと塩 0.5% ほど入れて注水しております。おっさんのケツしか映ってませんね、魚が全然映っていない。まあ、ちょっと避けました。はい、まあ、入れております。20リットルちょっと入れましたね。ろ槽の水もちょっと蒸発してますんで、はい、またおっさんのケツがピンと持っていってます。というわけでこういう感じで入れました。これでまた1週間大丈夫かなと思います。はい、一安心ですねこれでね。今回ね、まあ、水泡ガンはちょっとダメでしたけど、他の魚が非常に調子がいい。まあ、温度をねこれ今ヒーター入れてるんですけど、26度から7度、まあ、27度ぐらいで管理しているんですけども、非常に調子が今のところは良いですね。元気ですね、泳ぎ回ってますんでね。あとこの水温計すごくいいです。はい、おすすめです。まあ、というわけで水泡ガンの方は死んじゃいましたけど、うんち食うとるな。水泡ガンの方はねちょっと死んじゃいましたけども、まあ、新たに
アニマルパテモソの原点回帰デメキンを1匹、はい、追加させてもらいました。まあ、尻尾の奇形はね、ちょっとありますけども、まあ、愛嬌のあるデメタンなんで、はい、大事に飼育していきたいなと思っております。いやだけど金魚は本当可愛いね。この懐くし色も鮮やか、見ていて楽しいですね。というわけで今回は新たなデメ金を迎え入れ、1週間の水替えをいたしました。まあ10分ほどで終わりましたんでね、皆さんも週に一度の水替え頑張っていきましょう。アニマルパテモソでした。アニモー。